ニニニットです。今日はこっちの目がお目目が充血してると思うんですけれども、こちらのね、この大量な FB1 のフロッピーディスクのデータと、それからこちらの P1 のメモリーカード、これ枚数少ないけど、このメモリーカードは一つに入る模様の数がフロッピーディスクより多いんで大量です。この2つをですね、並行してデザイナーニットですね、デザイナーニットの方でデザイナーニットの模様データに変換すべくあれこれやってました。で、どちらも入手する必要のあるものがあって、ちょっと作業は先送りっていう感じなんですけれども、でもうね、どっちがシルバーでどっちがブラザーだかわけわかんなくなっちゃって、自分でだからフロッピーディスクの方がブラザーですね。FB100 で、この、メモリーカードの方が P1 U ボックスシルバー、シルバーですよねそれで日本の編み機械の、草分けニットラボさんにですね、何度も、コメントでこの FB100 にをデザイナーニットのデータとしてパソコンに取り込むということで最近上げてくださった動画に何度もコメントで質問させていただいて、4連休のね最終日というのにも即座にお返事くださって、でこっちはこっちは、アナログテレビの到着待ち、メモリーカードの方は、ソフトバイト社、イギリスのデザイナーニットを売ってるところですね、ソフトバイト社さんに、質問を出してるところです。それでですね、そういうわけでもうずっとね、こういう機械云々だとか、もう本当にケーブルとの格闘の世界でこっちにパソコンを持ち込んだりなんかして、もう本当ケーブルとケーブルをこんなしてねやってたり、いろんなモニターいろいろ見たりしてたので、くたびれました。でも先送りしてたことなので、編み機を触ってる方が楽しいもんで、やっぱ年でしょうかね、パソコンソフトの操作とかって昔はすごい新しいソフトを覚えるとかって言ったらワクワクしたもんなんですけど、なんか先延ばしっていう感じで、でももうデザイナーニットね、編み機ワールドの最高峰ともいえるデザイナーニットは近い将来に攻略したいと思っているものですから、今日はいろいろ時間をとって頑張ってみました。でもまあゴマ編み機のね模様編みをやってほっこり一息ついたという感じです。で、今日はこれから楽しいお話をしたいと思います。今ね、私最近新しく見つけた楽しみがありまして、ネーミングにハマってるんですねで、不詳私のデザイナーニットの、公式アカウントの公式 LINE の方でつながってる編み機友達の一人一人にあだ名をつけてますと
ても楽しい作業です。それで今のとこね、6人名前がついてるんですね。これをデザイナーニットでの私が勝手にキャラクターということでご紹介したいと思います。まず最初がですね、これ、あ、違った、ホーム6解除画面、これ見てください。これココちゃんの赤ちゃんの時です。私が抱っこできなかった、本当に本当に生まれて間もない赤ちゃんの頃のことです。この目の前に今いますけれども、ココちゃんちょっとだけ登場して、はい、目の前にいますが、こんなに大きくなりました、お姉ちゃん。このココちゃんを大事に育ててくれて、6月の6日にうちに、連れてきて、はるばるね、遠方からはるばる連れてきてくれたドラちゃん。このドラちゃんというのはね、なんて呼べばいいって言ったら、ドラちゃんってドラえもんのドラちゃんって呼ばれてるから、ドラちゃんでいいよって言うんで、私が名付けた名前ではないんですけれども、ドラちゃん、これドラちゃんはね、動画に出てくれたので、皆さん見てくださってる方はご存知かと思います。本当にね、楽しいキャラですごく好評でした。で、このココちゃんの、育ての親ドラちゃんですね、はい、実家かな、ココちゃんのね、ココちゃんの実家って言えるかな、お母さんがいるからね、ということです。で、ドラちゃん、ドラちゃんがよりもっとかわいい素敵な名前が良ければ連絡ください、はい、ということです。で、2番目はね、まだネーミングを始める前でですね、動画をミシンのスペースでしたっけ、あ、違う、ニットバッグの内袋かをようやく縫いますっていうんで、お話に出したくて、私がもう即興でつけてしまったこの腕抜きですね。これお手紙もらった、お便りも大事に入れてますよ。この腕抜きをね、たくさん作って送ってくれた、私がひーちゃんってもう即興でつけちゃったんですけど、このひーちゃんもですね、もっといい、ネーミングを考えたいと思ってます。ご本人と相談してみます。はい、それから次がですね、私が気分障害のね、こう気分の波なんかがある上でとても頼りにしてる専門家の、お友達、桃色ももちゃんと名前をつけました。桃色ももちゃんです。このももちゃんはね、この桃色ももちゃんという名前は飼ってるワンちゃんから考え出して、一緒に考え出した名前なんですが、あ、こっちですね名前なんですけれども、ももちゃんはですね、夜勤もある看護師さんのお仕事を頑張りながら、定年後にの、あ、にの兄貴との、暮らしを楽しみにしてですね、編み機をせっせと、揃えてますだからもう本当にね、ほぼ世代、年齢的にも一緒だったっけね、ももちゃんね、とにかくもう通過な、もう今日もなんかで LINE で頼み事したら、今飯食ってるから
ちょっと待ってろ的な感じで本当にもうこうね、明け透けに なんていうのフランクな付き合いをさせてもらってます。はい、それから次がですね、これは本当に本人と LINE の方でやり取りしながら決めた名前なんですけれども、魔女っ子めぐちゃんというお友達がいます。若い私より一世代下ですね、一世代以上だな、あ、一回り以上下 でこの魔女っ子めぐちゃんがですね、彼女は本当に私にとってまさに奇跡を起こす魔女っ子めぐちゃんなんですね。で、とにかく網木絡みでの人脈があったりですとか、それからもうすごいんです、探し出す力がすごいんですね。探したり調べたりする力が、もう私も仕事柄ね、検索とかっていうのはもう自分 の実務で必要不可欠だったんで慣れてるつもりなんだけど、サクッと見つけてくれちゃうんですね。だからもう最近はね、自分で探すんじゃなくて魔女っ子めぐちゃんに頼んでます。それでもうずっと何年も何年も 6.5 ミリにね、が気に入ってから以来、何年も何年も探し続けてきた 6.5 ミリの今日も動画アップしましたが、ゴム編み機、幻のゴム編み機も、魔女っ子めぐちゃんが奇跡を起こしてくれて、ポロッと漏らしただけでもう速攻でゲットする手配をしてくれましたとにかくね、何にしてもそうなんですね。もういつもそうです。ここにありましたよなんてね、私がこれがないんだとか言ったら、もう速攻ですぐ調べて、これですかみたいな感じでね、本当にね、魔女っ子です。奇跡を起こしてくれる魔女っ子めぐちゃん。このめぐちゃんはね、ブラザーワールドで楽しんでた人なんですけれども、まあ、私がシルバーの森に引きずり込んでしまいました彼女も編み木たくさん持ってます。で、それから次が、そう、昨日ですね、ちらっとそう、なんだっけ、花結びやりながらだったかな、ちらっとお話ししましたけれども、昨日ですね、待ちに待ってた、私が代わりに一緒に、オークションの方で一緒に、太編み機が欲しいということでね、オークションの方で LINE でやり取りしながら一緒にこれにしようって決めて、私が代わりに落札をして、で整備をして、でまあそれ SK230 です、あ、 KH230 です、ブラザーの太編み機で、それを取りがてら昨日遊びに来てくれたんですね。で、もう想像してた通りのね、優しい、つつましい人で、本当に楽しい時間を過ごしました。で、パンチカードもね、使える方法はないかっていうことで、私が柄出し器を余分に持ってたので、その柄出し器をね、昨日一緒にやってみたりとかして、こっちに 6.5 ミリ出してるんで、こっちのカッティングテーブルの方に、K1230 を設置しましてですね、で、柄出し器を模様編みね、特に編み込み模様ね、特にこう 糸さばきがちょっとコツが慣れが必要なので、
やってみたりしたんですけど、もうね、私と違ってもう本当に兄貴の扱いが丁寧、もう本当に優しく優しくね、こう丁寧です。ちょっと見習わなきゃと思いました。それにね、彼女は私のチャンネルをその兄貴、昨日初めて知ったことなんですけれども、どうして兄貴を機械編みを始めたかっていう話になって、理由は違うんだけども、私と一緒で棒針からなんですね。棒針からのから機械編みへっていう感じで。で、私の場合はこれまでもお話ししてきた通り紐なんですね。母の棒針でこう紐を編みながら、編み機だとあっという間なんじゃけどねっていう一言で編み機っていうことを意識したんで、そこからそれがきっかけなんですが、ゆめちゃんの場合はですね、肩こりがひどいらしいんですね。で、私と違ってとってもスリムな人でね、細い人って肩こりのひどい人結構多いですよね。私の知り合いはそうなんだけど、肩こりがひどくて棒針夢中になってしてるとすごい肩が凝っちゃうんで、で編み機で編み機っていうものはこう頭の中に以前からあったそうなんですけど、私と違ってね。で、機械編みしたいなしたいなとずっと思いながら、でもどうやって手に入れたらいいのか、どうしたらな、もうわからないままこう来てて、それで私のチャンネルを見つけてくださったそうで、もう LINE に登録してくれてから、もう最初のね、いただいた質問が、どんな編み機、機械編みをしたいんだけれども、どんな編み機から始めを選んだらいいでしょうかって、どういうふうに購入したらいいでしょうかっていうふうなご質問をもらったんですね。で、私はちょうどね、もう常に私がそうだったからなんですけど、もう KH588 ね、ブルーの八つボタンくん、これがもう絶対おすすめだなって。だから太い糸が編みたいのか細い糸が編みたいのかっていうことは確認しますが、4.5ミリピッチってなればもう最初の1台、練習するための最初の1台だったらもう絶対に KH588 とか、とにかく8つボタン、グリーンの8つボタンくんでもブルーの8つボタンくんでもね、8つボタンだなと思って、私も当時は本当に100円500円の世界だったので、8つボタン。だからこのぐらいの金額だったら針ダメにしたりいろいろしても練習心置きなく練習できるなと思って、ヤフオクの方で落札したのが確か2台目だったと思います。1台目はね、新品の SK280 シルバーリードの今でも新品で買える、4.5ミリのパンチカード機でしたが、もう全然ダメで、で588八つボタン君で練習してたんですが、もう何しろこれ作りがいい、ブラザーのね、修理職人さんも、もう昔の兄貴は作りが良かったんだよねっておっしゃるぐらいで、このカバーの側面もね、金属ですしね、丈夫だし、よく編んでくれて、しかもボタン先進でレースも編めるということでね、588をおすすめしたんです。それで
どういうふうにして購入したらいいかっていう感じだったんで、たまたま私がですね、KH588 出品予定のものがありまして、それで出品するつもりの金額よりもね、割り引いて手数料等々かからないわけですから、着払いで1台目お送りしたのがこのゆめちゃんの1台目です。で、2台目はもう電子編み機、突然ポッとね電子編み機がにすごく興味があるんだけどっていうことで相談を受けまして、もう私は予算もあるだろうけれども、長い目で見たらね、小田原ミシンサービスさんから整備済みのトピカル3を購入された方がいいですよっていうことで、それが彼女の2代目ですね。で、3代目が昨日取りに来てくれた KH230 太編み機ですね、9ミリピッチなんですけれども、もう本当にね、彼女の場合はもう本当に1台ずつ丁寧に厳選して、ゲット購入して、で大切に大切にコツコツと練習を積み上げてるっていう感じでね、でもね、こういうのが編めましたってこう編み機にぶら下がってる編み師の写真なんかを送ってくれたりするんだけど、とっても綺麗に編めてて、いや本当にやっぱりね、コツコツとね、編み機を愛おしむ大切に大切に編むっていうのを昨日本当に目の当たりにしました。それでだからそういうね姿勢もまた見習いたいなっていうふうに思った次第です。で、昨日でもね初めて知ったんだけども、堅実にねそうしてやってきてるゆめちゃんがやっぱり最終的に目指しているのはデザイナーニットだということをね、だから電子編み機が欲しかったっていうことを昨日初めて聞いて、やっぱり電子編み機が頂点というかね頂上だなっていう、機械編みの、山登りの頂上だなっていうのを改めて感じた次第です。はい、そういう、で彼女は一番チャンネル動画アップしたことでつながることのできたお友達の中で一番近くに、私の知る限り一番近くにいるお友達なんでね、また遊びに来てくれる、遊びに来るっていう約束をして昨日見送りました。ただニーニーがね出迎えてもくれたし見送ってもくれて、お庭でですけど、ニーニーちゃんだって言ってゆめちゃんは喜んでました。で夢見るっていうふうにつけたのはですね、私やみんなと、私を含めてみんなとね機械編みを上達していきたいっていうふうに夢見る、夢を描いてるんで夢見るゆめちゃんです。はい、そういうわけですね。で、もう一人、今日ですね、今日のこと、ご本人と相談して、呼び名の決まった人がまさにそのデザイナーニットなんですけれども、以前から私デザイナーニットをやるときはね北の国のお姉さんということでデザイナーニットの大先輩というふうにお話ししてたんですけれども、お名前が決まりました。DK デザイナーニットのこと DK って言いますね、省略してね、 DK 大先輩
湯たんぽちゃん、湯たんぽちゃんということになりました。あの公式第1弾でね、湯たんぽカバー、あのそれこそデザイナーニットのでの編み込み模様だったと思うな。あのね、で、あのあとこうお正月のタペストリーとかね、デザイナーニットを使っての編み方を編んだ作品を送ってくれた方です。湯たんぽちゃんということになりました。でデザイナーニットやるときはね、もうわからないことあったらすぐLINE 頼っちゃって、私もそうするとね、実際 のデザイナーニットの画面をセブンなんですけど、その湯たんぽちゃんが使ってるのはXP でしか使えないデザイナーニットセブンってなんですけれども、その画面を映しながら丁寧に説明する動画を送ってくれたりとか、本当に何かにつけて、今日もね、取り込むための手順、DK デザイナーニットセブンは日本語版があって、当時とてもシルバーが力を入れてたみたいで、たくさんのこう取説が出てたようで、でその中の私がこうデータ取り込む上での操作手順をちょっと質問したら、その取説の写真、その部分の写真を、写メを送ってくれたんですね。それで私のは英語版だけれども、大体メニューの名前とかっていうのはこう読めばこう、あここだ、あここか、ここかって分かるんで、とても助かりましたが、ちょっとシルバーですけれども、私が持ってるのはシルバーリンク5っていうやつで、どうもシルバーリンク5じゃなくて違うケーブル、接続ケーブルがいるようで、だからそれをソフトバイト社の方に直接問い合わせ、メールで問い合わせたところです。そういうわけで、でこの6人ですね。でこれからもどんどんね、キャラクターを増やしていきたいっていうことで、考えてます。ネーミングをどんどんね、あと棒針の方もね、棒針レッスンとかで、こう楽しみにして編んだもの、写真を送ってくれるお友達とかいるので、ネーミングを、名前をどんどんつけていきたいと思います。キャラクターがどんどん、動画の中でのキャラクターがどんどん、増えていくと思います。でそれからですね、ようやくね、なんか急にこう秋らしく涼しくなってきて、でいよいよまたね、毛糸を触りたい、ニットのシーズン到来ということでですね、で公開第2弾そうだな、どのタイミングがいいんだろう、暮れかな、今年はね、5月に、1000人、考えてもみなかった、想像もしてなかったことですけれども、一応YouTuber の1000人という一つのゴールでありスタートでありっていうか、1000人に達したのが5月で、編み機 YouTuber の本当に端くれににはと慣れたのかなと思っているので、今年中に公開第2弾やりたいなと思ってます。それでね私いろいろいろんな方がね、できた作品だとかいろいろ写真で送ってくれるんだけども、
その度その度パソコンの方に取り込んでたら訳が分からなくなるから、こうと思ってしないでいたのが一つと、それからあとちょっと、スマホの方が故障しましてね、機種変更した関係なんかも絡んできまして、せっかく公開第1弾の後にね送ってもらった写真がもうこうペケになっちゃってたりするんですね。だからそうだな、これから公開第2弾の、作品でも編み地でも何でもいい、手編みでも何でもいい、送ってくださいっていうことをアナウンスしますので、そこから使わせていただいていいものは送っていただきたいと思います。でちゃんとね、こう編集、アップした後で間に合わなかったとかそういうことが起きないようにちゃんと締め切り日みたいなものも申し訳ないけど決めさせていただいて、12月ですね、そうだな、22だから12月22日締め切りとかね、まだ公開第2弾に2弾のための作品をこれから送ってくださいっていうふうにアナウンスしてから送っていただいたものについてまた、そういう動画で残していきたいと思ってます。でそうキャラクターといえば私がネーミングしたわけではない、ニット大好き、大好きニットのゆきえさんね、ゆきえさんはもうねプロで、ニットデザイナーでブログも持っておられて、なのでニット 大好きニットのゆきえさんも私たちのことを応援してくださっているので、まあまあねデザイナー、私このニニニットのキャラクターと申し上げていいのかどうかわからないんですけれども、公開第1弾のスタートの最初の動画で使わせていただいたりしてますので、これからもよろしくお願いします。でそれからもう本当にニットラボさん、本当に私はねこうニットラボさんやニャンゴロさん等々のようにきちんと基本を抑えて、機械編みにしても手編みにしてもそうですけど、基本を抑えて製図も編み機も、習得してきたんではない、本当に我流で楽しく編めればいい的な感じでやっちゃってるので、本当に皆さんにねいい加減なことを多分これはこうなんかねいい加減なことをお伝えしたりしてしまうことがまあまああるかと思うんですけれども、今後ともねご指摘いただきたいし、それからまた何かにつけて質問させていただくかと思うんですけれども、まあずっと後ろをついていってる、機械編みの後輩ということでですね、いろいろ教えていただけたら幸いです、幸せます、こちらの方言で幸せますと言います。はい、そういうわけで、
そうですね。どんどん呼び名で動画の中でね、呼び名で呼べるキャラクターというかパーソナリティというかね、方たちが増えてくると楽しいなと思ってます。でもうね、アミキが結んでくれてるこうネットワークっていうかね、それの素晴らしさっていうことをもう毎日毎日感じながら、楽しく、機械編みをしてる私です。はい、そういうわけで今日は、私の新しい楽しみネーミングについてお話ししました。ありがとうございました。公開第2弾楽しみにしてます。